はい、こんにちは、ちちちゃです。今回は TGS2023 カプコンオンラインプログラムで明かされたモンハンの情報をまとめて共有したいと思います。まずはモンハンナウの情報です。次の大型アップデートは12月を予定しているそうです。そのアップデートでは新しいモンスターが数種類、さらに新しい武器も登場するそうです。いやー、何の武器が来るんでしょうね。新しいモンスターのうち1頭はそう、人オーガ。人オーガが来ることが 99% 確定しました。楽しみです。アップデート以外にもディアブロス襲来などのイベントも予定されていますし、それまでに使っている武器防具のグレードも10まで頑張って上げ切り、ゼニーもできる限り貯めて12月を迎えたいなと思っております。続きまして、モンスターハンターの情報です。モンスターハンターの新作の発表はありませんでしたが、モンスターハンター20周年を記念したロゴと記念アートが公開されました。歴代の看板モンスターの装備を着用したハンターたちが勢ぞろいしています。これめっちゃいいですよね。感動しすぎて泣いちゃいました。今後20周年を記念した様々な企画を公式サイトで順次発表していくそうです。めちゃくちゃ楽しみです。20周年記念のツイッターこと X のアカウントも立ち上がりました。早速フォローしましたので、新しい情報をキャッチし次第動画で投稿したいと思います。ということで、今回はTGS2023 カプコンオンラインプログラムで明かされたモンハンの情報をまとめて共有しました。動画良かったよって方は高評価ボタンのポチをお願いします。またどんどんモンハンナウの動画も投稿していきますので、チャンネル登録と X のフォローもお願いします。またね。